蜂蜜漢方の里ならでお電話お待ちしています。A グループから小島くんも来てくれてます。お願いします。なんでなんでペコパさんやってんの。シュウペイでーす。シュウペイでーす。言うやろそこ。いや何も無言で。無言は怖いわ朝やのに。せめてねケンちゃんですぐらい言ってくれたらよかったですけど。ケンちゃんでーす。よかったです。それでは今回のテーマ発表します。今回のテーマはこちら、ポン。キャンペーンボーイです。おキャンペーンボーイ。キャンペーンボーイ。なんかヒントくるもんありますかね。キャンペーンガールは聞いたことあるけど、ね、ボーイってことは何やろ。年齢的には一緒ぐらいの人が来るんかな。どうなんすか。高校生のところ、うん、ちょっと若いかっこいい子が来る、ね、ちょっとだから俺らもライバル的な。そんな感じなのかもしれない。はい、そんな気になるキャンペーンボーイなんですけど、BS 富士のお笑い番組で優勝した漫才コンビの方だそうです、ね。はい、おー、芸人さん。はい、まずはキャンペーンボーイのお二方にネタを披露してもらいたいと思います。僕らはねステージから降りてみましょう。そうですね。はい、はいはい、それではネタを見せていただきましょう。ゲストのお二方よろしくお願いします。いや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 、お願いします。マシンガンズでございます。ソーシャルディスタンスってことでございますね。あのみんな笑顔なんだけど誰なんだって顔してるよ。まあそうだね、まあ、ね、第7世代でございます ね、みんなあんまり言いたくないけど嫌なふりするね。おじさん出にくかったよ。一歩目から足出ないよ。同世代じゃないからね。ないよね全然ね。そうなんですよね、まあ、22年くらいやってんだよ ね、 我々ね。そうなんですよね。だから漫才やんのもこの騒動で3ヶ月4ヶ月以来ぐらいよ、それがこういう環境で最高だよ。誰も客さんお客さんいないしな。これ大変だよお前。しょうがない、こういう時期だからね。いやまあでもありがたいもんですよ、我々なんかね。ありがたいね。あの普段なんか俺らひどい仕事結構やってんのよ。いやひどいよ。今日なんて最高だよ。今日最高よ女。まず何がいいって屋根があるよ。屋根がある。屋根があるんだから最高よ女。雨が降っても濡れる可能性ゼロだぜお前。ねえ、みんな営業とかって分かんのかな。営業とかね。いやみんな結構さやらないのかもしれない。やらないのかもしれないけどね。この間のあれとかもひどかったよな。ひどい仕事あるよ。ね、自動車教習所か。自動車教習所。自動車教習所で漫才やれって言われたのよな。ほう。大体免許取るとこで漫才なんかやるすねんだよ。そうなんだよ。免許取りに全員来てんだからよ。そうそうそう。今日なんかまあもちろんテレビだし、ちゃんとした舞台あるからいいでしょ。最高で舞台って前からしな。その自動車教習所でどこで漫才やれって言われたかちょっとみんな聞いてもらおうか。どこで漫才やらされたかみんなに聞いてもらおうよ。いいぞ。せーの。S 字カーブ。S 字カーブ。車の曲がるところよ。あれ漫才するに作られてねえんだよ。そうなのよな。上手に曲がるように練習するに作られてんだからね。坂道走るとこ俺ら隠れてたんだからな。ひどかったね。ひどかったよな。他とこもあったよな。あったよ。木植えるみたいな仕事だったのよ。植樹祭。植樹祭っていうのか。こう枯れた山にこう木を植えようみたいなのがあんだよ。今日なんかほらもうねテレビとかのほら何万人と見てるわけでしょ。すごい、もっと見てるなこれ。その時お客さんが何人いたかちょっとみんなに聞いてもらおうよ。うん、その植樹祭でお客さんが何人見たかみんなに聞いてもらおうよ。行こう、せーの。子供2人と犬8匹。地獄だよ。犬の方が多いのよ。どう見たって犬だらけだよ。俺がバカ野郎って言ったら犬がバーンって言うよ。まあね、大変だよな。いや大変だよ。他にもなんかいろいろなんか文化祭みたいなのとか行ったりとかするのよ。な文化祭も辛いよ。辛いのよ。やっぱ人気ない人でどこ行っても辛いんだよ。そう、本当に。あ、ちょっと待って、うん、笑いにくそうみんな。いいんだよなあ。いや今日なんかもそうなんだけど、あの、うん、結構なんかスタッフさんで結構大変な時あるんだよな。結構ね無神経な人がいるんだよ。そう、本番前さ崖で待機してるじゃない舞台さ、ね、でっかい声で話してるの聞こえるんだよ。そう、誰かマシンガンズ呼んできて。私無理、顔知らない。聞こえてるわ全部聞こえてんだよな。よく顔されるイベントに呼んだよお前。何だったら10分前からスタンバイしてたからお前。俺の前何通りも往復してんだからよ。あれだろ。いやでもなんかあれだよな、今なんか僕なんかゴミ清掃員とかやらせてもらってるんだけど、その前なんか一緒のバイトやってたんだよね。一緒のバイトやってた。そう、居酒屋でやってたのよ。いや居酒屋のねアルバイトってね地獄だよ。なかなか大変なのよ。飲んでるやつって地獄だよ。もう酔っ払ってる人相手にしてるからね。何腹立つってさ、ピンポン分かる呼び鈴、 あれをさ連打するバカがいるんだよ。あれね腹立つのよ。めちゃめちゃ腹立つのよ。ピンポン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 。はい、お客様。せよ。あー、すいません。呼んだらすぐ来いよ。申し訳ございません。じゃあ注文すっから。はい、決めとけやお前。先に決めとけやんなお前。なんで呼んだんだよ。連打する必要ねえじゃねえかな。俺が厨房からの小走りを返せよお前。本当だよな。あ
とだ、あのひどいのがさ、ワインとか頼むやついるの。そう、ワイン飲む人がいるのよ。汚い居酒屋で、うん、ワインくださいとか言うんだよな。そう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 、この店はワイン何がありますか。何もねえよ、お前。おすすめもつ煮込みの店でどんなワイン飲もうと思ってんだよ、お前。ね、本当にね、テーブルの上でね、あの OL みたいなのから気取ってね、こんなことやったやつがいるのよ。テーブルでこうやってやってるぜ。空気に触れさせるとうまくなるのよって。何言ってんだよな。裏では2時間前から蓋開けっぱなしなんだよ。ずっと開けたからもう入る空気なんかねえんだよ。一回振ってから出してんだからな。俺組んだ後にラップしてんだからよ。そうだよな。あとね、腹立つのがね、下駄箱の木の札、わかる、わかる、ガッチャンつって靴入れるやつ、歯の2番みたいな感じ。 あの木の札をさ、なくすバカがいるんだよ。あんなでかいもんなくすんだよ。でも意外とね、男と女でいると楽しそうなんだよな。じゃあ俺がおんぶしてやるよ。んな無理だ、私重いもん。いいから、なんか帰れねえと思うんだ。いいや、いやいやいや、鍵探せや。よし、帰ろう。どうもありがとうございました。ということで、本日のゲストは BS 富士キャンペーンボーイのお笑いコンビ、マシンガンズのお二方です。お願いします。マシンガンズさんのネタを見て皆さんどうでしたか。そうですね、振られたくないみたいな。いや、僕、ね、僕はあの、うん、24歳なんですけど、めちゃくちゃ世代なんですよ。お、マシンガンズやと思って。本当？はい。パッて見たらみんな、誰やろう。あ、途中まで良かったよ。それ言えないよ、それ言えないよ。周り見たら誰もしゃべりなって顔で。僕はだからすごい、うわーって嬉しいね。テレビで見てた人やってなりましたね。あ、本当？はい。やっぱその一言で好きになるんじゃない？好きになるんじゃない？すごいね、テンポ感も良かったり、その息もぴったしな漫才、とても面白かった。誰が言わされてない？いやいや、見てて思ったこと。はい、審査員やったよ。審査も良かったです。君、AI みたいな喋り方。あの BS 富士さんのキャンペーンボーイっていうお二方これねじゃないですか、キャンペーンね。何の大会で優勝されたのかなと思って、うんうん、簡単に言うとね、20年以上やっていて売れてなくてくすぶってる人たちを集めてチャンピオン決めたわけよ。言い方悪くない、言い方悪くないんだよな。そうなんだよな。合ってるんだよ、事実は合ってるんだよ。うん、それで誰が一番面白かったか決めたわけよ。あ、ってことは売れてない中のトップってことですね。なんか、さっきの君剣があるな。でもさ、優勝したんだよ。それで1年間くらい BS 富士の番組とかね、いろいろ出させてもらうの。あ、それの、それで今日ここで出してもらった。そう、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、今までこのジャニーズの誰かと共演したりっていうのはあるんですか。僕ね、小滝くん、ジャニーズベースト、すごい仲いいの。家にも来たことある。なんで？共通点なんで、かっここんなおじさんがじゃないんだよ。聞いたろうか。どういう接点があったの？ドラマで共演したの。あ、うん、まあ言ってみよう、世界一難しい恋っていうドラマだった。それで同じ社員役で、そう、それで親しくなったの。それでご飯、そうで、分かんないことがあると小滝くんに聞いてたの。はい、小滝くんってあんまり人の言うこと断らそうじゃん。話しやすいキャラなんで、だからいろんなこと聞いてたの、はい、どうすればいいのとかさ。後輩断れにくいだろ、そんな優しいから小滝くん、はい、そしたらそのうち仲良くなって、そう、今ね、3人小池栄子さんと3人で LINE グループで、すげえ、でよく飲みかけてる。なんか凄さが一気に分かったよね。すごいっす、すげえ。そうだよ、そんなん言ったらだって、そうだよな、大野さんも行ってんもんな、ご飯さ。うん、あの、嵐大野くんも行ってるから、ダチョウ倶楽部上島さんとかと一緒に。すげえ、そうでしょ。これ、うちの西川すごいのよ。すごい、すごいっすね。なんか寂しいな。個人ではそんなね、注目されないけど。じゃあ結構交流があるんですね。うん、すごいですね。そうだ、あるね、うん。はい、この後、BS 富士キャンペーン。急にぶった切ったね。ね、ごめんごめん。はい、この後 BS 富士キャンペーンボーイのマシンガンズのお二人といろんな企画で盛り上がっていきますので、お楽しみにいてください。それでは毎度ジャーニースタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。買ってから一度も洗ってない。マットレスは洗われへんやろ。でも除菌が当たり前の事態なのに。ほんまや、マットレスだけ進化してないと思う。そのお悩み、フランスベッドが解決します。徹底除菌、キュリエス AG 誕生。銀イオンで徹底除菌、独自スプリングで徹底通気。こんなの待ってた。銀イオンで綺麗が続く、キュリエス AG、 フランスベッド。江戸の昔、龍角散は秋田で生まれた。この豊かな大地で今、秋田のハーブ入ってますね。夏にも龍角散の
のどすっきり飴。ね、なんで白むくにしたの？結婚式を前に友達が綺麗になっていく。似合うと思うよ。志保美人さんだし。酒粕パック和風ドメイド。本日のゲストは BS 富士キャンペーンボーイお笑いコンビのマシンガンズのお二人です。しまちゃんよろしく。あ、よろしく。しまちゃんって呼んでんの？しまちゃんって呼んでる。みんなにはなんて呼ばれてんだっけ？ジュニアの人たちにはトワとか呼ばれることが多いんですけど、村上くんから前、うん、一度会った時にしまちゃんって呼んでしまちゃんことがあったので、そうか、全然しまちゃんって呼んでくれたら、うん、ありがとう。しまちゃん距離が近くなった感じで。こっちはしまちゃんって嬉しい。こっちはさきちゃんって呼ぶ。さきちゃん、あ、女の子の名前みたいになってる。そうだね。まあそれやめるよ。しまちゃんずっと引きつってるよ。あんま話しかけんじゃねえよ。そんなになると思ってないからさ。ちょっと緊張感あっていいね。そうですね、ね、あの MC とかあんまり、ね、あんまり慣れてない、ね、経験数がない。そうだよね、そうだそうだ。皆さん、マシンガンズさんに質問などあったりしますか？はい、積極的に。早速なんですけど、うん、なんで芸人になろうと思ったんですか？お、僕は17の時付き合ってた女の子がりょうって言うんだけど、りょうちん面白いからお笑い芸人になればって言ったの。それでこのざま。いや、ください。そのトーンはもう怖い話の時なんで。そうなんだ。怖い話するのかなと。もう俺らもなんか、え、何今からみたいな。ちょっと構えたよ。すいません、西堀さんはドラマで俳優としても活躍されてて。活躍とでないけど何個か出してもらったね。いやいや、活躍されてるんですけど、今までどんなドラマに出られたんですか？さっきのあの大野くんの世界一難しい恋だとか、あと小竹も出たけど、もみ消して風だとか、あと母になる。母になる？出てたな。え、そうなんや。メンバー出てたんですよ。ミッチー、道枝が同じメンバーの。ああ。なんだこれ、俺が嘘ついてるみたいになってる。出てた。出てた。出てた。母になる、出てた、出てた。めっちゃジャニーズと仕事してますよ。俺ジャニーズべったりよ。ジャニーズがどう思ってるか知らないけど、そう、そのとこ意外と多いんだよね。舞台とかも何回かやったことある。そうなん、舞台にも出演されてるんですか？小劇場みたいなのでね、やったりしてるから、もう結構いろんなのやったかもしれない。すごい。まあその中でも、でも一番得意な演技とかって言ったりあるんですか？どういう演技が得意？やっぱキスシーンだよね。マジでしたことないですよ。そうだそうだ、やっぱりキスシーンだね。舞台でやってたよね。島行ってるのはキスに始まりキスに終わるから。すごい。適当なこと言ってるけど、お前怒られるぞ俳優の人に。キスシーンの前って歯磨きしたりするんですか？あ、聞きたい。それちょっとケアみたいな。する。意識してるんすか？いや、お前中学生か。おい、思春期やファミレスで集まってるじゃないんだよ。いや、でやっぱ人が見てる前でキスするって緊張するよね。確かに。あと恥ずかしいよ、やっぱ。キスシーンに興味津々な小島くんのために、俳優西堀さんに実演していただきます。お願いします。どういう状態なの今。好きだ。優しいキスをして。ありがとうございます。ありがとうございます。って聞こえなかった。確かにおじさんひどいだろ。エアーでやらせてキモ。こんなもんで言ったら、こんな状況誰だってそうなるわ。いや、やらせてやれよ。誰かにやれよ。やらせてやれよ。どんだけ恥ずかしいかやってみろ。そうですね。いや、もうそれゲラゲラ笑ってる小島やせよ。じゃあ小島くんやろう。前に出て西堀と全く同じ演技だな。そう、抱きしめて、抱きしめて、そう、指導指導、抱きしめる、そして少し話す。すごい、ちょっとロマンティックですよね。はいはいはい。いいね。入ってる、入ってるよ。で、グッて話して、まあ、話す、はい、目見るわ、ね。はい、目見ます。で、優しくキスだね。優しくキス。で、はい、好きだ。あ、ちょっとしっとりした声。絞りだった。好きだ。好きだ。いいじゃん。もしかしたらこれでドラマ来るかもしれない。西堀さんの代わりいけるかもしれないですよね、次から。いや、まあこの二人で天秤にかける役ってないと思うけど。キャスティングの人ちょっとぶっ壊れてるだろ、それ。いいですか、じゃあ西堀さんに教わったところで、独自の世界観を持つ男小島健がいよいよキスシーンに挑戦。小島くんのキスシーンです、どうぞ。もう一回抱きしめた。
そうね、抑えられない、抑えられないんだよ。一回離れた。もう一回行った、もう一回行ったぞ。女の子戸惑ってるよ今、きっと戸惑ってるよ。キスしてほしいって言ってる、うん、ああ育児なしだな。ちょっと、ちょっと、いや、怖い怖い怖い、やだ怖い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 滝沢さんは芸人とゴミ清掃員という2つのわらじで活動しているそうですが、うん、ゴミ清掃員って仕事はどういうことをしたりするの？ゴミ清掃員って分かる？ほら、ゴミを回収する清掃車の商品でボン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 投げる人、あれをやってるんですよ。あ、バイトってことですか？いや、本業です。え、どういうこと？ゴミ清掃員の方が僕は本業でやってて、お笑いはアルバイトでやってるんです。絶対逆でしょ。違うの、もうそうなの。もう8年ぐらいやってるから。え、そんなにやってるの？そうなのよ。でも芸人は22年です。芸人は22年だから22年の間にもうお笑いだけでご飯食べれなくなったから、で、奥さんがその時妊娠したから、お金を集めなきゃいけないなと思って最初はアルバイトで入ったの。そしたらいつの間にか社員になってたの。社員になったの。いや、だから俺ずっとお笑いコンビだと思ってたら一人就職したんだよ。いや、俺最初ビビったよ。そうそうそう、お笑い芸人俺だけかいと思って。こいつだから時間が被ったらお笑いの仕事を断ってんの俺は。ってことはもう清掃員の方が多いってことですか？そう、もうメイン、多い時で週5回。でもなんかね、お笑い芸人を自分で辞めたって宣言して就職してから、はい、すごく明るくなったよ。そうなのよ、すげえ気が楽になるのよ。なんかね、お笑いで滑ったとしても明日ゴミ収集頑張ればいいやっていう気持ちになるのよ。で、ゴミ収集で嫌なことがあったら、あ、舞台でなんかちょっと面白話で話せばいいやって。なるほどね。気持ちがね、楽になるのよ。なんかめっちゃかっこよく聞こえてきた。そう、いいところだけ撮ってるの、両方とも。ただ悪いところは、お笑いが副業だから、うん、滑っても全然へこたれない。堂々としてる。そう、喋るタイミングがなかったら喋らないっていう2つで生きてるね。生きてるのはいいですね。そうなんです、そうそうそう。でここからはですね、滝沢さんに清掃員のお仕事やゴミのことについて詳しく教えていただく時間ということにしましょう。題して BS1 分けたいゴミ分別授業。学校ですか？学校です。ねえ、本職ですからね。はい、ここに3冊のそのゴミに関するね本、はい、その滝沢さんが出版した。え、3冊も？俺3冊出してるの？すげえ。ゴミ、ゴミに関する本があるんですけど、今日は僕らが知らないゴミ事情を教えていただけたらなというコーナーです。で、どうですか皆さん、ゴミとか出してます？自分で出してる？え、持ってます。ゴミ場に持ってゴミ場には持ってく。あー、なるほど。ちゃんと自分で分別とかしたりとかする？あ、します、します、します。あ、もちろん。すごいね。お、偉い。結構親に任せっきりっていう。あ、だいたいそうだよね、みんなね。そうだから自分でやるやつは意外と分かんなくない？なんかライブとかでヘアスプレーとかやるんですけど、うん、このスプレーどうしたらいいかなとか、そうっていうのはあるよね。ありますね。そうだよね、うん、だからそういうのを今日ちょっとじゃあ教えていただきます。実は今、日本人の5人に1人が血管の病で命を奪われているんです。その原因は、高いコレステロール値を放っておくと発症する動脈硬化症。5人に1人になってほしくはないから。そこで、日本で唯一高コレステロール血症の改善と動脈硬化症の予防に飲んで効く北陸富山の医薬品ヘルスオイル。4つの医薬品有効成分が高くなったコレステロール値を下げ、血管を強化して動脈硬化症を防ぎます。35年以上も頼られ続けた動脈硬化症の予防に効く日本で唯一の医薬品、北陸富山のヘルスオイル。初めての方に限り、なんと 57% オフの2090円。お申し込みは 0120-484-000 484-03 つ。お電話お待ちしています。BS1 分けたいゴミ分別授業、1時間目は分別の基本的なことを教えてもらいます。ゴミって種類があると思いません？種類ですね。例えば燃えるゴミだとか燃えないゴミだとか、そういろんなゴミがあるけど、基本的にゴミって
2種類しかないですよ。2種類常時出すのは2種類。わかりますかね。じゃあ とりあえずこれ見てもらいましょうかね。種類がこれなんですね。可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル資源、まあ粗大ごみなんか1年に1回出すかどうかぐらいですね。ね、ちなみに粗大ごみの出し方って皆さんわかります？電話でかけて。そう、正解正解。その配送事務所に連絡して、それで、取りに来てもらうということ。これでも1年に1回あるかないかぐらいでしょ。そうです、ね、でも常時ゴミを出すっつったらもう可燃ゴミか不燃ゴミ。じゃあ何、ペットボトルだとか瓶とか缶とかあるじゃないかって、これ全部資源になるんですよ。はい、資源ってことはゴミじゃないんですよ。あ、そっか。つまり段ボールはまた段ボールとかに変わったりとかするので、うん、こっちのゴミに出しちゃうと燃やしちゃうから灰になっちゃうんですよ。はいはい、ちなみにじゃあ可燃ゴミといえば何を思い浮かべてますか？紙。紙、まあ、はい、あ、これがですね、俺ね、後で喋ろうと思ったんですけど、いいの言いましたね。これね、可燃ゴミ出してしまうとやはり灰になってしまうんです。はい、ただリサイクル資源、古紙、わかります？あの段ボール、新聞だとか、あと雑紙っていうのがあるんですけど、いろんなメモ用紙だとかなんだとか、そっちに出せばまた紙に生まれ変わるんですよ。そうなんだ。だから可燃ゴミの中には資源がまだ眠ってるぞっていうことなの。あとはじゃあ例えば不燃ゴミとか燃えないゴミ、例えばプラスチック、これはね、意外とね、まあ、地域によるんだけど、プラスチックってね、意外と可燃ゴミだったりとかする。そうなんや。今まあそれもね、あの不燃ゴミのところもあったりとかするんですけど、じゃあビデオテープ、ビデオテープって何ゴミだと思う？可燃、そうなの、可燃ゴミなの。これ俺らの世代ってさ、昔歯ブラシとかって不燃ゴミだった記憶ない？プラスチック、プラスチックは全部不燃ゴミだった、うん、昔はね。昔は、今は可燃ゴミになってるんですよ。変わってるんですよ。何それは変わるんですか？うん、あのね、もうあまりにもゴミが増えてきたから、まだ燃やせるものはないかなって探してプラスチックを燃やすようにしたんですけど、昔は有毒ガスが出てたの。あ、そうなの？そう、ダイオキシンというのが出てたんだけど、850度以上で燃やしたりとかするとダイオキシンが出ないってことが分かって、それで今は可燃ゴミになった。滝沢さんの授業をもっと受けたいところですが、今週はここまで。次回もさらにゴミについて分かりやすく楽しく教えてもらいます。さらにマシンガンズの代表ネタにメンバーが挑戦、お楽しみに。ここでお知らせ。いよいよあさって28日火曜日にジャニーズドリームアイランド202、健康にいい画期的なグッズ、肩甲骨や骨盤など大きな骨に付着し凝り固まった筋肉、今ストレッチ業界ではこの筋肉をほぐすことで体を楽にする肩甲骨剥がし、骨盤剥がしが大ブームなんです。最近のブームになっている肩甲骨剥がしを行うことで、普段使いにくい肩甲骨周りの筋肉が柔らかくなり、怪我の予防、猫背などの姿勢の改善につながります。また血流が良くなるので肩や腰が軽くなる効果も期待できます。できることならこの剥がしを自宅で一人でやりたい、そんな方におすすめなのが穂高直樹プロデュースストレッチハーツ。この商品を使えば体がガチガチの人もたった5分で。それたくさん、いや、ちょっと待って、見てください。さらに業界で話題のグッズも登場、しかも今回は期間限定で日テレ限定セットが実現、期間限定特別価格にもご注目ですよ。これがどのくらいすごいか知るために全クソしていただきます。テレビ見ながら
腰回りが柔らかくなったのです。その両親とかに使ってほしい。やっぱり体が硬いとそうなんです。こけた時とかになんかパッて体が動かないと大きな怪我になりかねないんです。年齢とともに筋力は衰え、関節の動きも悪くなっていきます。日々のストレッチはとても大事なんです。自分がそうしてほしい。シャチホコ、今日はね、マジで本当の感想しか言いませんから。ほんまに長いから、マジでシャチホコも動きやすい格好になって商品をチェック。年齢を重ね、上がりにくくなった腕、スマホのやりすぎなどで辛い方、この辛さには肩甲骨周りの筋肉が大きく関係していることも。そこで重要なのが肩甲骨剥がし。これもストレッチハンズを使えば自宅で一人でできちゃうんです。肩のこりに悩む社長も、手をつけることができないほど肩甲骨周りはガッチガチ。痛い。肩甲骨剥がし運動、まずはストレッチハンズを上下に10回。はい、10、はい、OK です。ストレッチハウスのデコボコにぴったりとかハマるよね。